さんこんにちは、こんばんは。私たちメイミーウルフです。はらちゃんです。みきみきです。のりです。あっかです。あのりんみかみんです。ぜです。はい、ということで今日はこの7人でロシアンルーレット寿司人狼をやります。なんでそれだよ。はい、ですね、これはまあ簡単に言うと、人狼を引いた人がわさびがいっぱい入ったお寿司を食べなきゃいけないよっていう人狼。かわいそうだ。かわいそうだ。はい、もうかわいそうですよ。でも、ね、ということで、あっかちゃんとアンナの2人はどちらかが狂人と決まってます。はい、私とアンナがわさび少量で、結構他の人のよりも少量でうわーってなって、もう大量だと多分事故になっちゃうのでっていう配慮をいただきました。はい、申し訳ないです。ということで、どちらかがね、そう、振られてしまった。はい、でどちらかが村人です。そうです。それで、他の5人がの誰かが人狼を引いてて、人狼と狂人はお互いのことを知っております、はい、という感じですかね。で、1日しかないので、人狼さんは、まあ、1日耐えてもらえれば勝利だということで、うん、狂人の方と協力していただければなと思って、まあ、すぐよ、こんなの、はい、すぐ思っております。ということで、頑張っていきましょう。ゆるすめ、どうぞ。お寿司、それでは皆さん、いっせーので、いただきます。あれだ、給食と、うん、うん、おいしい、うん、おいしい、うん、あれ、おい、うん、あれ、お、あれ、意外とみんな頑張るね。意外と全然だね。うん、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 これは、あれ、うん、頑張ってる。あれ、そうだった。これ入ってる。どうなんだろう、みんな普通だね。うん、あれ、めちゃめちゃ耐えてるかもしれない。全然大丈夫じゃん、うん、これ強い人とか当たっちゃったんじゃない。うん、可能性あるかも。ちょっとね、思ってるよ、それは。そんな予感してるよ。え、待って、本当に本当に本当に分かんないんだけど。え、起きなかったね。秒殺だと思ったんだけど。うん、え、うん、これ私何だろう、監督だって。それでは色も開始してください。どうぞ。おはようございます。はらちゃんじゃないと思う。私まつりちゃんだと思う。私違うよ、強いから。私やっぱはらちゃん、まつりちゃんの中かなと思って。私はらちゃんじゃないと思った。私、え、なんで食べた瞬間にでしたから、さすがにそこまで見てなかった。見てない、見てない。え、私鳥ちゃんちょっと気になった。結構ずっと黙ってて、みんな、うんうんって言ってたんだけど、鳥ちゃんだけ言ってなかったの。あの、私ね、基本シャリハーフの人間なんですよ。僕だな。それはね、気持ちは分かる。私もずっとモコモコしてたから。あ、私、みきみきさんちょっと気になってる。なんで？え、これ、ね、顔が赤かったから。そうなの？どっちが食べたら。制限しようかなって。あの、まつりちゃん。え、でも私本当に違う。一番ね、きめき美味しいって言ってた。美味しい。だから、多分ないなって思った、私も。私本当に違うんだけど、まつりちゃんだと思います。まつりちゃん、え、本当に違う。でもさ、まつりちゃんはさ、辛いのが好きだからっていう理由だけ。大丈夫だよ、うん、絶対大丈夫だと思った。本当に三上がずっと笑いながら言ってたの、ちょっと気になった。どうしたの。なんで三上食べちゃった。鼻すすってるんよ。本当に違うんだけど。本当に違うし、人事しかないから証明できない。あと、口の中にいた時間が一番長かった、うん、え、でも辛かったら口の中からすぐ飲み込まない、普通。うん、味わえないと人それぞれか。確かに。どうなんだろう、わかんないね、これ。でも、わかんないもん。そう、衝撃で見てもまつりちゃんかなって。まつりちゃんかミキミキだと。私はまつりちゃんかな、わかる。本当にわかんない。まつりちゃん気になっちゃってる、うん、なんで、うん、そのやっぱ美味しいって一人だけ言ってなかったの。それは人間最初だ。なんかそれも言われちゃった。ごめん、あの、かばうようだけど、うん、私もあの、まあ、もともとね、入ってない前提で言ってないから、うん、あ、本当。そう、言ってなかったから。私もでも美味しいって言ってないから、うん、美味しかったですよ。美味しかったです。美味しかったよ。美味しいって言う。美味しいですよ、美味しいです、もちろん美味しいですね。あの、誰か、まつりちゃん、鳥ちゃんのどっちがいいかなって思った、うん。なんか、アンナが、その、鳥ちゃんだと思うってすごい言ってることから、狂人かなって思って
て、だから鳥ちゃんも鶴ちゃん以外かもってなってきて、ミキミキさんかも。ミキミキ今さ口ちょっと開けてさ、うん、話してたよ。してない、循環してた、してないよ。辛い空気をさ、ミタミンで攻撃力エグいけど大丈夫、すごい急に来た。なになに、食べたんじゃない、こんなに。え、でもさ、美味しいって言ってなかったわけだもん、ね、でもね、多分入ってて美味しい。もっと見て、見とけばよかった。美味しい、こっちしかさ、結構見れなかったのに。あっかは、誰に投票しそう。え、今わかんなくなって、でもアンナが、うん、鳥ちゃんすごい言ってるから、まあ、鳥ちゃん絶対ないと思ってる、うん、で、まつりちゃんもないと思ってる、そういう推理できる。だから、みかみゆ、みきみき、はらちゃんは、まあそのまつりちゃんの意見かないかなって思ったから、もうこの2人どちらかかなって感じ。見えなかった。でもね、はらちゃんは、本当に食べた瞬間に、おいしいってやったの、顔が。ワンちゃん演技だったら一番やってる。あ、わざわざ。わざわざやったんじゃないよ、わさび。圧倒的に、圧倒的おいしいフェイスしてた。おいしいフェイス。わざわざ、ね、飲み物飲んだ人いた？ね、ない。ない。ケルミンの顔。すごい。すごいな。かっこいいね。今みなみさん。まつりちゃんだろうなって。なんで？なぜないよ。なぜ？トータル的に見て。なぜですか？え、まず、鳥ちゃんとハラちゃんではないと思ってて、ミキミキは、なんかわかんない、我慢して食べてそうでもあるっちゃあるって思ってた、うんうん、まつりちゃんはさっき話すってたのと、あの滞在時間が長かった。絶対短いから、滞在時間取れちゃうも多いから。滞在時間短いよ、わさびと全員出ましたから。わさびずっと入れてないでしょ。でも強いから、だから飲まずにもいられるっていう、なんかいろんな要素が。それはわかるけど、まつりちゃんが一番要素が多い。私はご飯はよく噛んで食べないと体に悪いから、よく噛んで食べない。私もそうです。辛いのが得意っていう理由だけで決めるのはなと思っちゃう。もうあんな変わらないよ。いや、本気で思ってるよ。巨人じゃないからガチで思ってる。私はね。でも誰かを追放しなきゃいけないんだよ。そうだよ。うん。結構みかみなんやしょ、うちに食べたら塗ろうとしてる、塗ろうとしてる。え、辛いから喋ろうとしてるんでしょ。喋ろうとしてる。どういう気持ち。みかみの気はさ、攻撃力が高すぎて、すごい、すごいんだけど。怒ってんじゃない、あの、美味しいの食べたから。食べれなくてね。食べれた方がいいの。食べれたけどね、辛いの。すごいね、よく食べれたね。頑張った、頑張った。でも私は鼻すすってないよ。え、でも本当に鼻炎なの、ごめん。わかんないんだけど、すごいな、人狼すごいね。結構まつりちゃん、みかみのどっちかかなって思っちゃって。でもさ、辛いの得意なのはハラちゃんとまつりちゃん、うん、でもわさびはまた別だよね。わさびまた別、まあ、そうそう、刺激物だから。辛もわからん。確かに私、みきみきまつりちゃんの中でいいのではぐらい。え、鳥ちゃんなの外れた。え、鳥ちゃん逆に入る、うん、結構入る、うん、全然入る。いや、最初のリアクション私怪しいなと思ったけど、めっちゃ見てましたね。でも、あの、何？反ライス。反シャリ、反シャリ、反シャリ派って。反シャリ派って。これ本当にわかんない。すごいよ、反シャリ派。だから、ちゃんと、すごいね、ハラちゃん。まつりちゃんでしょ。まつりちゃんと。本当に違う。ミキミキさん見えなかったんですよ。どうだった？なんかちょっとね、耐えてそういうの見えるかも。そうそうそう。なんか、口がちゃんと的にしない。確かに、喋ってないね。え、でも私一番多かったと思ったの、喋る。一番多くはないから。2人がめっちゃ多かった。めっちゃ印象的なの。あ、それ人間って言われてもすごいな、人狼。やばいな。いや、もう決めるしかない。決めるしかないから、まつりちゃんに行くわ。やっぱ、辛いもの代表だし。聞くところによると、結構、あのお店のわさびは結構辛かった印象があるので、私が前食べた時は。それが大量にってなると、やっぱり水飲まざるを得ないと思う。それ耐えられるのはまつりちゃんしかいないと思う。はい、辛いもの好きだけど、わさびはまた別なんだよね、刺激物だから。私の後に、アッカとアンナが投票してほしいなって思ってます。ミカミン投票します。アンナ行かないのすごい嫌だけど、もうなんか黙ってるの嫌だから行く。まあ、アンナの後に投票したかった、本当は。アンナがどうこうどうするのかが見たかったからっていうことから、も私のこと村人だと思ってほしいな。いや、まつりちゃんとみかみんかみきみきの中に絞ってはいたんだけど、広いか、3人で広いからね。まつりちゃんに投票します。はい、最初はずっと鳥ちゃんかなって思ってたんだけど、一点見つめてやっぱもぐもぐしてたのが印象的だったから、なんかみかみんが結構攻撃的だったのが、辛いもの食べたから、あの、どうにかしたくて発言をみんなに攻撃的にしてるように見えちゃったかな。
まつりちゃんはやっぱりね辛いもの好きって言うだけでなんかそれだけで決めるのもなって思った。人狼だからこそできるのかなって思ったから三上に投票します。投票します。どっちかに狂人がいるわけであって、うん、アンナの方が狂人っぽいなって思っちゃって、ってことは最初結構まつりちゃんをかばないでとか言ってたけど結構かばってる印象があって、で三上にも入れたからまつりちゃん人狼なのかなって思っちゃった。まつりちゃんに入れます。投票しますけど三上さんの目がなんか気になってきた。なんかそんな目だったっけな。目がなんか何か怒られているのかな。アンナは狂人だと思っているので三上さんに投票したんだよね。アンナが自分が狂人を起きされてあえて投票したとかあるのかなと思うんですが、うん、それはなし。三上さんに投票します。うわー決めるのですね私が。はい投票します。えでも私もアンナのこと狂人だと思っててってなると投票とかあとかばってるのとか見るとまつりちゃんかなって思っちゃうんだけど、なんか三上さんなんか目がランランとしてますよね。なんかもうギャンってすごいいい目をされてるんですけど、細めてもダメです。ジャンルは違うかもしれないけど辛いの得意なまつりちゃんって思った。あとアンナがかばってたからまつりちゃんに投票します。それでは本日まつりちゃんが転校となります、はい、お別れの言葉どうぞ。あ人間です。ミキミキカドリちゃんだと思ったんだけどな。うわ分かりません。本当に人間です。辛いものは得意ですが以上です。まつりちゃんは村人です。誰人狼の勝利です。誰勝利陣営は人狼陣営でした。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。嬉しかった。